皆さんこんばんは、エビ天です。もうすぐ一日が終わりますね。もう眠い方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとだけ頑張って日本語でおしゃべりしましょう。これからいろんな質問をしていきますね。皆さんは今の気分や体調はどうですか？皆さんは今の気分や体調はどうですか？そうですか。元気な方も、そうじゃない方もいらっしゃいますね。皆さんの心と体が元気になるといいなぁと思っています。じゃあ次は朝のことを聞きますね。今朝は何時に起きましたか？今朝は何時に起きましたか？ああ、そうなんですね。起きてから、まず、はじめに何をしましたか？起きてから、まずはじめに何をしましたか？そうですか。私は、皆さんからのコメントを読みました。次は今日のご飯やおやつのことを聞きます。今日何を食べたか思い出してください。いいですか？思い出しましたか？じゃあ今日食べたものの中で何が一番美味しかったですか？今日食べたものの中で何が一番美味しかったですか？ですね。それはどこで誰と食べましたか？それはどこで誰と食べましたか？空いてきました。他の話に変えましょう。じゃあ次は天気のことを聞きますね。今日の天気はどうでしたか？今日の天気はどうでしたか？
そうですか。私の住んでいるところは、朝は少し雨が降っていたんですが、お昼頃には止みました。次は今日の良かったことと、良くなかったことを聞いてもいいですか？皆さんは今日何か困ったこととか大変だったことはありましたか？皆さんは今日何か困ったこととか大変だったことはありましたか？それは大変でしたね。よく頑張りました。じゃあ反対に、嬉しかったことや楽しかったことはありましたか？嬉しかったことや楽しかったことはありましたか？それは良かったですね。皆さんにいいことがあって、私も嬉しいです。じゃあ、明日は何をする予定ですか？明日は何をする予定ですか？そうですか。予定がある方がたくさんいらっしゃいますね。明日のためにそろそろ寝た方がいいですね。皆さんが明日、今日よりもっと素敵な一日を過ごせますように。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。今の気分や体調はどうですか？元気です。ちょっと疲れています。風邪をひいています。頭が痛いです。少し落ち込んでいます。今朝は何時に起きましたか？朝6時に起きました。朝7時半に起きました。朝8時ごろ起きました。起きてからまずはじめに、何をしましたか？顔を洗いました。カーテンを開けました。トイレに行きました。服に着替えました。コーヒーを入れました。今日食べたものの中で何が一番美味しかったですか？カレーです。ケーキが一番美味しかったです。それはどこで誰と食べましたか？カフェで友達と食べました。レストランで家族と食べました。家で
一人で食べました。今日の天気はどうでしたか？今日は晴れでした。曇りでした。雨でした。今日は晴れていました。曇っていました。雨が降っていました。今日は一日中雨でした。午前中は曇っていましたが、午後はいい天気でした。今日何か困ったこととか大変だったことはありましたか？はい、ありました。電車が遅れて学校に遅刻してしまいました。はい、仕事でミスをしてしまいました。嬉しかったことや楽しかったことはありましたか？はい、今日はいつもより上手に日本語が話せて嬉しかったです。はい、友達と出かけたのが楽しかったです。明日は何をする予定ですか？買い物に行く予定です。家でゆっくりする予定です。明日も仕事する予定です。お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさい。